宝釈寺は神奈川県横浜市磯国城町七番地にある高野山新言宗の寺院。三号は明王山、陰号は不動院。本尊は不動明王。江戸時代中期の火災で文書類が消失したため改装の正式な時期は不明であるが、伝聞によると改装は1190年頃、次号は大宝釈行にちなんで名付けられたと伝えられている。 新編武蔵風土機構によると、1504年に当時の住職が道具を整備して中高したが、その住職の名は不詳である。1558年に重曹の雷淳が再興をしたが、当時の寺の規模は不明である。白滝不動村の記録によると、雷淳が不動を祀った後1620年に、神像を混流して、不動を体内に収め、社を建てて根岸村の陳樹にしたとある。 王爵寺が別当検体していた神社は、白滝不動尊や根岸八幡神社など16社あったが、神仏分離により解かれた。1923年9月1日の関東大震災では、本堂と薬師堂は小規模な被害で済んだが、栗は大破した。裏山には、次の巨木があったが、改築資材とするため伐採された。1978年に、 磯国生50周年を機に、横浜磯子7福神ができると、エビスの札所となった。毎年元日から1月15日までは7、福神巡りの主因が用意される。江戸中期の火災の時期については、1934年に本堂を改築した際に、取り壊された建物の宝座に、教法18年と記されていたことから、それ以前であると推測される。 堀割川左岸の高台にあり、東側の墓地裏手は、ネギ次第の丘陵となる。明治時代に、鎌倉市の豪農の屋敷から移築された山門を、くぐると、左手に、ペット供用の納骨堂、八角堂が現れる。正面に本堂、右手に栗とその裏手に墓地、左手には仙台地蔵と多目的ホール、寺のホールがある。音響設計は、長田音響設計が担当し、 葬儀だけでなく音楽イベントなどにも利用される。本尊は不動明王で地上大詩作といわれる高さ2尺1寸ほどの両剣の木製の不動立像である。このほか薬師如来像、千寿観世音菩薩像、聖肝禅音菩薩像、十一面肝禅音菩薩像が祀られている。 薬師如来像はかつて本堂に隣接した薬師堂の本尊で横浜市内7薬師の一つであった。千住観音像は横浜市内観音33霊場の26番札所、11面観音は工房大師21火事の13番札所及び新四国東国88箇所霊場の52番札所となっている。ありがとうございます。